ージが届いてたわね。21年後の未来か。ユキ、どうしたの？ハルユキたちって今から21年後の未来からやってきたんだよね。うん、そうだよ。ただ彼らの未来が私たちの時間流とつながっているかはわからないってキリト君は言ってるけど、でもさ、共通項がたくさんあるわけだし、僕はつながってるんじゃないかなって思うよ。共通項？うん、 VRMMO が発展してたり、キリトの技と同じ名前の技を使ってるプレイヤーさんがいたり。そうだね。それにつながってるって考えた方がなんか楽しいじゃない？そうだね。ああ、でも僕はさすがに春雪たちの世界ではもう生きてないんだろうな。ユキ、さすがに21年は無理だと思うんだ。こうやって今持ち直してるだけで奇跡みたいだって先生たちが言ってるくらいだから。ユウキ、気持ちはわかるけど、冗談でもそういうこと言うのやめよ。アスナ、ごめんね、また弱気なこと言っちゃって。ユウキ、あの、ハルユキくん、ウイちゃん、今の話なんですけど、ちょっといいですか？え？すみません、立ち聞きをしてしまって。でも僕は行った方がいいと思って。何の話かな。私はぬか喜びをさせても仕方ないとも思い、まず春雪さんに相談したのです。私は以前言ったのです、大事な人を失ってしまったことがあると。うん、あの時はありがとね。いえ、その時は全く頭になかったのですが、私は兄を失った時ある出会いをしました。出会い？はい、兄を見てくださった病院での出来事なのです。兄を看取ることになり、泣きじゃくる私を優しくなだめてくれた人がいました。その方は不治の病で、幼い頃からずっと入院をされてきたそうです。最近になりようやく治療薬が開発され、集中治療室から出ることができたとおっしゃっていたのです。もしかしてその集中治療室って？はい、メディキュボイドという機器を使っていたと言っていました。勇気と同じ。あ、その方が運よく回復されたというだけで、勇気さんもそうなるとはとても言えないのですが、ただもしあなたにとっての希望になればと思い、春雪さんに相談し言うことにしたのです。余計なことだったらごめんなさいなのです。そんなことないよ、ウイちゃん、ありがとう、教えてくれて。そうだね、僕と似たような症状だった人が未来で生きているんだ。せっかく命をつないでいる今だからこそ、希望は捨てちゃダメだよね。そうだよ、ユウキ。それだけで喜ぶのは確かに楽観的かもしれないけど、なんか嬉しいな。ほら、二人ともありがとうって言ってくれたよ、篠宮さん。言ってよかったんだよ、きっと。はい、あの出会いがここでユウキさんとつながったこと、きっと兄が最後に私にくれたものだったと思うのです。メッセージが届いてたわね。
ちょっと私焦った方がいいのかな。何を焦るの？アスナさん。アスナでいいよ。じゃあアスナ、ごめんね、変な独り言で。ううん、それよりもどういう意味？焦った方がいいってなんか変な言葉だよね。うん、アスナになら言ってもいいかな。誰にも言わないでね。うん、もちろんだよ。私ちょっと前までタッコンとお付き合いしてたの。うん。え、驚かないの？あ、うん、なんとなくそうなのかなって、二人の距離感とか見ながら思ってたんだよ。そうか、わかっちゃうんだ。でも私タッコンのことも大事だけど、同じくらいハルのことも大事なんだ。だって二人とも大切な幼馴染だもん。だけどこっちに来てまた周りに可愛い女の子が増えちゃってるし、私も私で二人の間で中途半端な感じでいるし、幼馴染って立場にちょっと甘えてるのかなって後悔していたのです。ってことは私も千百合ちゃんの悩みの種の一つ？あ、アスナはキリトがいるし、その大丈夫だと思ってるけど。そっか。でもまあ確かに千百合ちゃんは立場に甘んじてるのかもしれないね。春雪くんも拓夢くんも私から見てもすごく魅力的だと思うし。そんな、二人ともまだ子供よ。春なんて現実でもあんな感じの見た目だし、タックンだって冷静沈着なふりしていつも僕なんかって言って自暴自棄に暴走するし。でもそれも含めて二人が好きなんだよね。あ、好きとかもうよくわかんない。なんだかすごく変な感じ。でも安心した。え？バーストリンカーの女の子たちってみんな私より年下のはずなのに、みんなどこか大人びてるでしょ。千百合ちゃんだけは年相応って感じだったから。それは認めざるを得ないかも。でもその気持ちを面倒がらずに大事にしていてね。え？好きな人で思い悩んだりすることは自分の新たな面を自分自身が知ることだから。これまでの自分とのギャップに苛まれて辛くなったり面倒になったりすることはあるけど、それでも恋は素敵。いつかきっと恋してよかったって思うようになるよ、千百合ちゃんも。アスナもそうしてキリトに恋したの？うん、そうだよ。キリトくんたら本当に無頓着だから、私がどれだけ悩んだか今でも分かってないんだろうな。あー、思い出しただけでもちょっとムカッとしてきた。千百合ちゃん、ちょっと今から甘いもの食べに行こう。女の子の恋バナには甘いものが鉄則。それはいつの時代も変わらないでしょ。確かにそうだね。よし、じゃあスイーツ食べに行っちゃいますか。おお。メッセージが届いてたわね。ほんとどうかしてるわよね。まあ偶然にしても偏りがありすぎよね。まあそうだけどね。あ、三人ともどうしたの？ああ、千百合ちゃん、二人がね、このパーティーはなんでこんなに男女比率がおかしいのかって話してて。ああ、
私もそれすんごく同感。なんで女の子ばっかりなのかなって思う。こっちのメンバーの男性はキリト君、クラインさん、エギルさん、女の子は倍以上いるね。こっちなんて男の子はハルとタックンに、女の子は数えるだけで嫌になってきた。 VRMMO をプレイする総人口って男性の方が圧倒的に多いのに、なんでここだけこうなのかしら。それはキリトが女性プレイヤーと出会ってどんどん引き込んでるからでしょ。ちょっとそれは語弊があるような。ああ、でも同じような感じだよ。こっちもハルが所構わず女の子と仲良くなってメガネビラスに引き入れるんだよ。 ALO に来てないメンバーもみんな女の子だし。うわ、ハルユキってキリト以上のたらしってわけ。ちょっとリズ、さすがにそれはハルユキくんかわいそうだよ。うん、そっか、それはごめん。なんだろうね、ハルはいつでも一生懸命で、その結果新しく仲間になる子が多くて、最初は対立してた子たちもいて、心を入れ替えて仲間になって、私たちもその子たちを憎めなくて。でもやっぱり女の子が増えていくと気が気でなくなっちゃう。お互い苦労するわね。でもそれも含めてキリトも春雪も魅力的ってことなんだろうね。アスナどうなの。ベタ褒めされてるわよ。まあ嬉しいけど、でもだからこそあんまり束縛したくないって思うかな。きっとキリト君はこれからもこの仮想世界の真ん中に立ってみんなの光になる、そんな気がしてるから。黒の剣士様が光にね。できればそのみんなが偏ってなければいいんだけどね。メッセージが届いてたわね。よし、みんな揃ったかな。今回はこの4人で攻略だね。はい、キリトさん来られなくて残念でしたね。アスナさん、よろしくお願いします。今回はアスナと一緒にお弁当も用意したからね。ハルとタックン、楽しみにしてて。もしかしてハル、あんたお腹空くの早すぎ。まだクエスト始めて全然時間経ってないよ。さすがに僕もびっくりだよ。お弁当が用意されてるって聞いたら、なんだかお腹の動きも活発になったみたいで。少し早いけどお昼にしよっか。はい、ぜひ。もう仕方ないな。じゃあストレージから取り出してと。じゃーん、これが今日のお弁当です。わあ、なんだか豪勢だね。本当だ。じゃあ遠慮なくいただきます。はい、どうぞ。うわあ、ライスバーガーだ。照り焼きのお肉のいい匂い。はっ、おいしい。ハル、こっちのサンドイッチもおいしいよ。野菜とハムがぎっしり詰まってて。これソースは何だろう。絶妙な味付けだな。うん、卵焼きも最高。冷めてるのにこのふんわり感、作り方が気になるな。ハル、これも美味しい。こっちも美味しい。あー、もう。え、じいちゃんどうしたの。
何を怒ってるの？なんで二人とも、さっきからアスナが作ったやつしか食べないの？そうなの？いや、僕らは誰がどれを作ったのか知らないし、不可抗力で。どうせ私が作ったのなんて美味しそうじゃないですよだ。まあまあ、ちゆりちゃんも落ち着いて。ほら、春雪くんにたくむくん、こっちのがちゆりちゃんが作ったお惣菜だよ。いただきます。うん、こっちも美味しい。美味しいよ、ちいちゃん。うんうん、この大胆な味がちゆらしい。何よその言い方、なんか引っかかる。もう次は絶対にリベンジするんだから、見てなさい。ちいちゃん頑張ってね。試食担当ならいくらでもやるからさ。二人とも調子良すぎ。